コップクラフトドラッグネットミラージュリローデッドはガトー・ショージによる日本のライトノベル。イラストは村田レ南寺ガガガ文庫より2009年11月から刊行されている。2016年10月に刊行された第6巻を最後に続編の刊行が途絶えている。2019年7月には第7巻が発売される予定だったが、 作者の病気等の事情により発売が翌月に延期となったことが関係者から明かされ、その際に第七巻のカバーアイラストも先行公開された。同月9日からはアニメも放送されたものの、現在も第七巻の観光には至っていない。しかし、作者の外東によれば、現在も続刊の執筆はしているという。2019年7月時点で、 累計発行部数は20万部を突破している。なお、本作の前身である、ドラグネットミラージュについても、本校で記述する。太平洋上の架空の島、カリアエナ島のサンテレサシという街が舞台。異世界と地球をつなぐゲートが出現し、異世界人との交流が始まった地球で起こる特殊な、犯罪と、生まれた世界の異なる二人の刑事がそれを追う姿を、描く。 ライトノベルレーベルから発売されている作品ではあるが、登場人物の大半が30代以上の男性キャラクターで構成されている。二人組の刑事が犯罪を捜査するという推理小説や警察小説的な側面を持ちながら、異なった文化、及び風習から来る法律や政治の問題や、さらに世界に存在する要請をすりつぶした薬物問題や特殊な鉱物の密売。 魔法などのファンタジー的な要素やアクションといった要素をも取り込んだ作品となっている。著者のガトー・ショージは本作で使われる異世界、レトセマーニの言語であるセマーニ語の辞書も制作しており、作中でセマーニ語を使った会話がしばしば登場する。 特に推理小説や警察小説としての評価が高く、週刊文春やダビンチ等のミステリー、小説紹介コーナーで一般小説に混じり、たびたび紹介された。なお本作は架空の海外ドラマのノベライズ版を翻訳したものであるという設定がなされており、著者は作品について、こういうノリの海外刑事ドラマを見ている気分で普通に楽しんでいただけたらと語っており、 架空の俳優のキャスティングや各話の英題及び放題等もそれぞれ設定されている。81プロデュースと小学館の共同企画でオーディオドラマ化が配信された。また、非映像化作品ながら2015年度のすごいジャパンにノミネートされた。本作の前身は竹書房ー,ータ文庫から刊行されていたドラグネットミラージュシリーズである。 同シリーズは2006年から2007年にかけて、第2巻まで刊行されたものの、レーベルの消滅に伴って続刊が途絶えた後、2009年に、小学館、ガガガ文庫へ移籍した。移籍に際しては、タイトルの解題や、本文の過失修正、および一部設定の変更が行われた。その最たるものは、ティラナの外見であり、ドラグネットミラージュでは、大人びた。 年齢相応の用紙であったのに対し、本作では中学生にも見える少女のような用紙に変更されている。これは史上受けを考慮した村田レンジの提案による。なお、ゼータ文庫版の第一巻は木犬田里氏名義であり、画東は原案としてクレジットされている。これは画東がシリーズ開始前に別作品、フルメタルパニック、 の後書きにて、フルメタルパニック。完結まで、他の作品には手を出さないと発言していたことから来て、おり、実際には、が東本人が執筆している。縁の子は、架空のテレビドラマ版のキャストとして著者が設定した、架空の俳優。声の子は突起ない限りテレビアニメ版の声優。的場の最初の愛車である、ミニクーパー S の初期型。 マトバの二代目の愛車であるマセラティ・クーペ。原作ではマトバの三代目の愛車であるフォルクスワーゲンタイプに。シグザウエル p 2 2 6マトバがよく情報源として利用するクラブ。セブンマイルズ所在。ティラナが潜入した学校。サンテレサ市内でも1、2を争う高レベルの私立高校。イエールやハーバードに進学する生徒もいる。また、 生徒の父母には、各界の有力者が多く、自動車通学が認められている。吉岡真由と竹内英治の朗読で、2020年10月より、順次、データ配信で、オーディオブック化されている。2021年3月時点で6巻までを配信。コップクラフトと題して2019年7月から10月まで、東京 MX 他にて放送された。 日本国外では、ファニメーション、天ン飛びでオ、ビリービリーにて配信。的場役の津田健次郎と、ティラナ役の吉岡真由による、ウェブラジオ、COP クラフト特別広報班が、2019年7月5日より、音泉にて毎週金曜に配信。コップクラフトに関するカテゴリー。ありがとうございます。